ローレンス・オドネル・ジュニアは、ボストン生まれのアメリカの政治アナリスト、ジャーナリスト、プロデューサー、脚本家、俳優。ジョン・F・ケネディ大統領の上級顧問だった、ケネス・オドネルの息子で、妻は女優のキャサリン・ハロルド。アメリカ、カナダのニュース専門24時間ケーブルテレビネットワーク、MSNBC の番組ザ・マクラフリングループや、ザ・エール・フランケン・ショーに出演している。エミー賞を受賞した NBC のテレビシリーズ、ザ・ホワイトハウスのプロデューサー兼作家であり、最近のものでは、NBC のテレビシリーズミスター・スターリングのエグゼクティブプロデューサーでもある。HBO のテレビシリーズビッグラブに弁護士役で幾度も登場している。比較的率直な言葉遣いをするテレビジャーナリストとして知られており、1993年から1995年まで米国上院財政委員会における民主党側の長を務めた。また1992年には米国上院環境公共事業委員会の長を務めている。プレーム事件の報道において、オドネルは自らキーマンとなった。また、アーノルド・シュワルツェネッガーカリフォルニア州知事に対する強い嫌悪でも知られている。2010年9月より、MSNBC のニュース番組ザ・ラスト・ワード・ウィズ、ローレンス・オドネルのアンカーを務める。ありがとうございます。